こんにちは、ピアノケイチャンネルです。コード帳15日間プログラム、今日は第6日目です。今日は Dfmn7th について説明していきます。ホワイトボードを見てください。こちらに Dfmn7 書いてます。で、こちらに Dfmスケール、ヘンリー短調の音階を書いています。D フラットから始まって D フラット、E フラット、F フラット、G フラット、A フラット、B のダブルフラット。これは後ほどピアノで説明します。C フラット、D フラット。でこちらでもイタリア語で、レのフラット、ミのフラット、ファのフラット、ソのフラット、ラのフラット、C のダブルフラット、ドのフラット、レのフラットというふうに同じ音階を書いています。見やすい方で見てください。ピアノを見てください。 D のフラット、 E のフラット、 F のフラット、 G のフラット、 A のフラット、そしてここが B のダブルフラットという名前ついています。これは本来は B はここの場所なんですけれども、そこから半音2回下がる、2回半音下がるとB のダブルフラットということになります。フラットになり、またさらにフラットということです。 B のダブルフラット、そして C のフラット。 C のフラットというのはこの普通のどの音ですね、 C の音のフラット、そして D のフラット。ちょっと弾いてみますね、音階を。ちょっと変な感じしますけれども、これが D フラットマイナースケールということになります。その中でも、マイナーというのはいろんな種類のマイナーがありますけれども、ここでは自然的単音階を使用しています。そしてホワイトボードを見てください。この今弾きましたルートの D フラットから数えて3番目の F フラット、 D フラットから数えて5番目の A フラット、D フラットから数えて7番目の C の C フラットを縦に重ねると D フラットマイナーセブンスが出来上がります。ピアノを見てください。 D フラット、 F フラット、 A フラット、そして C のフラット。これが D フラットマイナーセブンスの響きになります。左手でも、というふうになります。ホワイトボードを見てください。こちらに D フラットマイナーセブンス、そしてイコールでこのマイナスセブン、これもマイナーのことになります。D フラットマイナーセブン、そして D フラット MIN7、これはマイナーの頭文字です。ということで、これは全部 D フラットマイナーセブンのことを表しています。そしてこのルートの D のフラットを一番上に持ってくると、 F フラット、 A フラット、 C フラット、 D フラット、これが第一展開形。そして今一番下にある F のフラットを一番上に持ってくると、 A フラット、 C フラット、 D フラット、 F フラット、これが第二展開形。そして今一番下にある A フラット一番上に持ってくると C フラット、 D フラット、 F フラット、 A フラット、これが第3展開形ということになります。こちらが展開形で、これが基本形というふうになります。皆さんは最初にこの基本形で覚えていただいて、余裕のある方はこちらの展開形でも覚えてみてください。それでは今日の解説はここまでです。明日はE フラットマイナーセブンスについて解説していきます。